れば勝てます。天水格闘技 TV 天水始まりました。天水ブリガーです。鈴木ちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日のテーマお願いいたします。はい。ついに気づいてしまった。牛久十太郎勝率 100% と断言した理由。はい。というわけですね。ついに迫ってまいりましたね。ついにと言いましたけど、実は何ヶ月前ですか。もうだいぶ前に気づいてましたよね。理由。まあそうですね。うん、まあクレベル選手の倒し方。そうですね。クレベル対策みたいなところっていうのは、はい、テニスはだいぶ前からね、萩原選手戦の前から。実は気づいていたんですけども、ね、そうなんですよ。でもあえて出さなかったんですよね。そうなんですよ、うん、というのも朝倉未来選手がきっと戦ってくれるだろうと、うんうんうん、朝倉未来選手の時に出した方がいいんじゃないかと、うん、なるほどね。ちょっと渋りまして、そうですね、再生回数的にもね、いろいろありますから、はい、考えたんですが、はい、まあ、今回牛久選手がライジン39のメインで戦うことになったと、はい、タイトルマッチ、うん、はい、ってなった時に、うん、ちょっとあれ牛久選手勝ってしまいそうだぞと、はいはいはい、そうすると朝倉未来 VS クレベルが実現しない、はい、その後この動画が出せなくなる、そうですね、ということは今のうちに出さなきゃということで、はい、前回その萩原選手戦の前は P にしてたんですよ、うん、モザイクかけて P にして、そうですね、うん、その作戦内容みたいなところは公開しなかったんですけど、はい、ちょっと公開してしまおうかな。そうですね、その作戦通りに牛久選手がやっちゃって、はい、勝ってしまったらもう大変ですから、そう、後出しみたいな、後出しになっちゃうから、もう先に出します。出しちゃいます。牛久選手がこれからやること、クレベル戦で起こること、全て解説していただきます。全て解説いたします。はい。やっていきたいと思います。はい、ということでどういうことになるんでしょうか。はい、というわけで早速ですね、萩原選手に、これ実はね、萩原選手に送ったんですけど、送ったんですよ、はい、見てもらえなかった動画になります、うん、はい、でそれをね、実際に皆さんに見ていただいて、うん、でそこでまたね、話していきたいと思いますので、見なかったから負けたんだってもう裏で散々愚痴ってます、ね、そうなんですよ、はい、萩原お前見ないから負けたんだぞお前が言われるんだぞはい、というわけで、はい、ご覧ください。どうぞ。はい、というわけでクレベル選手の倒し方やっていきたいと思います。まあ、クルベル選手といえばもうとにかく寝技ですね、重列がめちゃめちゃ強くて、決定率が9割を超えていますと。で2018年からもう負けなしっていう選手になってますので、寝技に持ち込まれたらとにかく負けます。なので寝技に持ち込ませないっていうところが大事。じゃあ寝技に持ち込ませないんだったらどうするかっていうと、タックルを切るっていうのと一発のダウンを防ぐっていう、もらわなければ勝てますっていうところなので、まあ、そのために何をするかっていうところを今回やっていこうかなと思います。はい、というわけでですね、まあ、自分が萩原選手、ブッチャーがクレベルちょっとやってもらったんですけど、まあ、クレベル選手はオーソドックスになります。で、オーソドックスで構えてるとこういう形ですね、左足が前に来ているって状態になります。で、そうだね、ほんとこういう感じで、これこううねうねしながら打撃を狙っていくって感じなんですけど、クレベル選手の打撃をもらわない、タックルをされないっていうためには何をしたらいいかっていうと、めちゃめちゃ簡単です。この左足の外側に足を置けば良いです。これが、クレベル選手の足で、こっちが萩原選手、対戦相手の足だとすると、ここだとやられます。ここまで来れば勝てます。どういうこと？これだけです。まあ、なんでかっていうのちょっと説明していきましょうか、はい。で、まあ、どういうことかと言いますと、クレベル選手の打撃っていうのは基本的にはこの自分の足の内側に相手を入れたいんですね。で、こうすると何ができるかっていうと、まあ、簡単に言えばまずタックルもできますよね。こっち来るのも自分の足の中に相手の足があればタックルできますというところがあるんですが、はい、これ逆にこっち側に足を来た場合は、まあ、簡単に言えばこうタックルできないですよね、はい、だし、まあ、こうやって目の前にいたとしてもタックルしに行ってもこっちに切ろうと思えば切れるじゃないですか。こっちにこう切られちゃうじゃないですか。なので、この簡単に言えばこの足をこっち側に置けさえすれば勝てるんですよ。で、クレベル選手の動き見てもらうと分かるんですけど、常にこっち側を取ってるんですよ。相手のこっち側を取って、自分の足の内側に相手を入れ込む。なるほど。じゃあ、こうやって逃げたとしても追ってくるってことね。そう。こっち側に常に動いて動いて、自分の足の内側に相手を入れ込むとするんです。で、あとそれは打撃にもすごく意味があって、クレベル選手の打撃っていうのは、この結構右の、蹴り、まあ、基本的に強いです、はい、であとは、まあ、こっちも蹴るんですけど、まあ、前蹴りだったりとかこのローグライドなんですよ、うん、で
なんでそのこの回す蹴りが多いのかっていうと、要はこっち蹴るのとこっち蹴るので、こう相手を自分の内側に入れたいんですね、はい、でパンチもそうですね、パンチもこういうパンチとか、あ、そうだね、こっちもこういうパンチとか打って、こう自分の体の内側にとにかく相手を入れ込みたいっていう打撃になってくるんです、はい、こっちが取られると自分のやりたい打撃っていうのはできなくなってしまう、はい、とにかくクレベル選手としては打撃をして勝ちたいわけじゃなくて、タックル行って寝かせて術を決めたいっていうのが主なので、はい、この自分の相手を内側に入れるための打撃っていう感じ、うん、なのでこういう打撃が基本的に多いってなります、はいはい、なるほど。でやっていくと、要は自分の打撃ができない、でタックルにもできないってなると、相手が打撃上手かった場合は相手に上回られます、うんうんうん、そうするとクレベル選手としては、まあ、打撃も朝ペミクル選手とかそのトップレベルの選手よりはやっぱ劣るんで、打撃としてはうまくいかないですし、まあ、タックルもこうやって相手の足が外側にあったらタックルがうまく決まらなくてやられてしまうというのが、はい、まあ、前提であります、はい、まあ、でもこれはでも正直言って理論上はなんとなく分かるけど、うん、本当にそうなのってところがちょっとなんかあんまり信じてないじゃないですか。なんか全然腑に落ちてないんですけどそんな外取ればいいなんて誰でも分かるようなことだと思うし、いやでもね、みんな気づいてないんですよ。なんでかっていうと、まず朝倉未来選手の試合ちょっと見ていただくと分かるんですけど、未来選手はこうやってサウスポーですね、サウスポーで構えてこういう感じで結構直線的な打撃をして戦ってたんですけど、そうするとどうなるかっていうと、直線的な動きが多かったんで、そうするとこっちの自然に相手の足が外側にある状態なんですよ。なので、まあ、こうやって打撃で、ね、直線的に詰めていっていい場面は作ってるんですけど、クレベル選手困った時にこうやって相手の足、そう、相手が内側にいるんでいつでも組みに来れちゃうんですよ。そうだね。なので前回の場合は朝倉未来選手はこの直線的な打撃っていうのは、まあ、キックボクシングの打撃なんですけど、練習しすぎてたがゆえに相手の足の内側に自然と入ってしまっていた。あ、外取るってことしてなかった。そうなんです。見ていただくとちょっと分かるんですけど、相手の内側に足を必ず置いてやってます。なのでクレベル選手困ったら抱きついてみたいなことができてしまった。なるほど。というところあります。で、この前の試合、佐々木涼太選手、はい、もう実はサウスポーなんですよ。ミクロ選手もサウスポーで、佐々木涼太選手もサウスポーなんですけど、ウルカ選手はもうサウスポーで1ラウンド、クレベル選手が結構押されて困った時に使うのが結構こうドワーって突っ込んでいくというような打撃があるんですけど、ワチャワチャパン、それやってた時にウルカ選手こっちにうまく回って一回こうやってバーってこう崩れた場面があったらちょっと覚えてないですか。あんまり覚えてないです。1ラウンド早々にクレベル選手がこうドワーっていったところをウルカ選手がシャッと切って、さこう相手がこうクレベル選手がガーッと転げたところがあったんですけど、それっていうのは相手の動きに対してこっち側を取ったからこそ、そうこういう場面で作れたっていうのがありますと、はい、でそういう場面は結構作ってって1ラウンドは割と良かったんですよ。でそれこそ一発パンチ当ててダウンした場面だったじゃないですか。その時もこう、うまくこっち側を取りつつ当ててたんで、そういう時は良かったんですよ。おお、じゃあやってたんだ、ウルカ選手。まあ、ウルカ選手、積極的に取ってたかっていうとそうじゃなかったんですけど、あ、たまたま取れてたって感じ。はい、2ラウンドに入って、セコンドから回れ回れ回れっていう声が上がってたんで、うん、多分セコンドの方は気づいたんですよ。なるほど。回り込めば、こっち側に回り込めば相手の足の外側を取れれば勝てるよっていうのを多分気づいて、はい、回れ回れって指示してるんですけど、うん、たまたまこうやってこっち一回取ったんですけど、うん、内側に入っちゃったんですよ、クレベル選手の。内側に入っちゃった時にタックル取られて、でそこでもう持ってかれちゃったっていうのが、あ、そうなんだ、はい、実は裏側、まあこれ YouTube 上がってるんで、うん、セコンドの指示聞いてもらうと、うん、回れ回れって言ってるんで、うん、分かると思うんですけど、はい、っていうのが佐々木涼太選手の試合でありました、はいはいはい。で、カイラーコ選手も、まあ、サウスポーで、うん、割とね、あの一発もらうまではいい試合作れてたっていうのは、はいはいはい、まあ、自然とサウスポーになると、このこっち側に足を置くことっていうのが多くなってくるんで、あ、はいはい、自然とそういうサウスポーに対しては割とね、あのクレベル選手苦手としてるってところが見れると思います。なるほど。で、これちょっとたまたまだろうと思うと思うんですけど、しかも負けてるんで、うんうんうん、何言ってんだと思うと思うんですけど、クレベル選手が2018年これ唯一、直近だと負けた試合、うん、マテウス・ガムロット選手って KSW のヨーロッパの、ね、大会の、うん、戦った相手があるんですけど、今 UFC で活躍してる、はいはいはい、が実はサウスポーなんですよ。サウスポー、うん、で、マテウス・ガムロット作戦をやるとクレベル選手勝てるよみたいなことは言ってたじゃないですか、うん、我々も。でもあれはさ、レスリング力があって柔術力もある、アブダビコンバットに出てるみたいな
ダムロット選手だからこそできた作戦じゃないですか。そう、なんか要はこう相手のタックルを切って、うん、まあ、うまく打撃ヒットアンドレして組ませないで、うん、充実つけながらで勝てますよみたいなことを言ってたんですけど、うん、そうですね、そんなことじゃなくて、うん、あれの本質は、うん、クレベル選手がオーソドックスで、マテス・カマト選手はサウスポーで、こっちを常に取ってるんですよ、ガルムロット選手、実は。試合見ていただくと分かるんですけど、常に相手の足の外側を取って打撃してる。こう来た時にも常にこっちにすぐにこう動きながら相手の外側を取って、外側を取って打撃してる。僕結構打撃でいい場面を作ったんですけど、その時に何やってたかっていうと、こっちに足をずらしてストレート、あー、っていうのは結構打っていて、これがめちゃめちゃ当たるんですよ。そうだよね、うん、一番いい攻撃だよね、クレベルに対して。そうなんですよ、自分の利き手だし、こっちも。そう、蹴ってきてもこっちでずれてかわせるし、こっちで殴られても大丈夫だし、で、あんまりこっちのパンチって上手くないんですよ、クレベル選手。そうだね、左利き手じゃない方だしね、そうそうそう、威力もない。打撃がこっちの方が上手ければ、気持ちも上手ければこっちの回ってくるフックに対してジャブで合わせるっていうことができるんですよ。なので、まあ、この条件としてはサウスポーであることと、常にクレベル選手の左足の外側に足を置けさえすれば勝てるってことなんですよ。なるほど、レスリング力と関係ないですか。まあ、レスリング力ももちろん、まあ、だからといって組まれないかって言ったらそんなことないんですけど、ある程度のやっぱレスリング力と、まあ、それをやってればこう組みつかれたりとか全然展開になるっていうことを極端に減らすことができると。まあ、確かにそうだね、理論上は、うん、そうなんですよ。っていうのが実はマテウス・ガムロット作戦の真実だと。なるほど、はい、ぜひね、この浅部ミクル選手とクレベル選手の試合ちょっと見ていただくと分かるんじゃないかなと思うんで、はい、ではどうでしたかね。まあ言っちゃえば簡単な話なんですけどね。めちゃめちゃ簡単なんですけど、これはクレベル選手も気づいてないという、うん、気づいてはいるんじゃないですか。そう、でも気づいていたら、うん、もっとクレベル選手が積極的に、うん、その足の、ね、サイドを逆に取る動きを、ね、はいはい、するし、取られないような動きをする、はいはい、けどもそれをやってないってことはクレベル選手自身も気づいてないとこなんじゃないかなと思っています。まあ、でも多分 ATT に行ってムエタイ修行とかして、そこでだいぶ改善されてる可能性はありますよね、うん、そうなんだよね。多分 ATT の人も多分気づいているんですよ、うん、マテウス・ガムロットが ATT なんで、はい、うん、そこで実は前にこういう作戦を仕掛けたんだよっていうのをもしかしたら言ってる可能性はあるんだけど、あります、うん、あるんだけど、だからといって、ね、そこの作戦が通用しないかというと、うん、しなくはないんで、そこを取られること、サイドを取られることによってクレベル選手の、得意なパターンに持っていきづらくなることは間違いないんで、はい、そうですね。で、はい、実はこの天水森川先生と同じことをあの佐々木古香選手も言ってるんですよね。そうなんですよね、はい、あのヤフーニュースの記事見てほしいんですけど、うん、まあ、金原選手、八千選手、古香選手が、YouTube で語ったことがまとめられてる記事あるんですけども、うん、そこでね、古香選手も同じように外を取れと、サイドを取った方がいいと、サイドを取った方がいいと、うん、言ってると、うん、ただウルカ選手は1ラウンドできてましたよね。 そうなんですよ、うん、ウルカ VS クレベルっていう試合があったんですけど、うん、その時ウルカ選手もめちゃめちゃサイド取ってサイド取って戦って1ラウンドはね、うん、ウルカ選手ペースで完璧に圧倒しましたよね。そう、うんうん、ラウンドまで取ってたんだけど2ラウンドに入ってなんかねこうサイド取ったんだけどまた戻っちゃって、うん、でそこでさっとさらわれて組まれてみたいな展開になってしまったので、うん、まあ、そこが多分続けられていればウルカ選手も勝っていたんじゃないかなというところありますので、はいはい、まあ、でもそれをウルシック選手の場合はやりきれる作戦遂行能力とスタミナがあるということです、ね、あとフィジカル、フィジカルもあると。そう、ただそのことをウルシック選手が気づいてるかどうかってまだ分からないじゃないですか、うん、サイドを取ればいいっていうことを気づいてるかって、うん、なんで分かるんですか。それでそこが実は裏付けがちょっとありまして、牛久選手の公開練習っていうのがね、はい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 、39の前の公開練習、うん、これ愛人さんから公開されてるんですけど、うん、そこで牛久選手がいつもと全く違うことをしているんです。何ですか。牛久選手、うん、サウスポーじゃないですか、はいはい、もっともっと、うん、だけど公開練習ではオーソドックスでなるほどサンドバックミッドリーやってるんですよ。でこれはまあブラフだと思うんですよ、うんうん、だってクレベル選手にサイド取った方がいいっていうことは、うん、まあ、この研究してる人だったらそれこそウルカ選手も研究してそこは気づいただろうし、うん、牛久選手サイドも気づいてるはずなんですよ、はい、研究していれば、うん、でそこでオーソドックスを取ってきたってことは、うん、まあ、これオーソドックスで僕たちやるんでサイド取ったりしませんよっていうブラフ
なるほど、分かりやすすぎますね。その知ってる人にとってはもうすぐ分かるブラフですね。それはそうなんですよ、はいはい、だからまあそこであえてそういう風にして、なるほど、あのオソはそういうことだったんだね。オーソドックスっていうのをわざと見せて、はいはいはい、ちょっと混乱させたり、はいはい、油断させようという、なるほど、作戦なんじゃないかなと。そういうことですか。ちょっとね、もう牛久選手勝ってほしいんであんまり言いたくないので、まあ、これはちょっとあの、うん、皆さん拡散禁止で。そうですね、はい、絶対に拡散しないでほしい。絶対に拡散しないでいただいて、はい、皆様の心の中に収めておいていただいて、はい、ぜひクレベレ選手がこの動画見そうになったらちょっと止めていただけるとありがたいなと、うん、静岡の方たちは。まあ私はぶっちゃけクレベレ選手そんなこと気づいてると思いますけどね。まあね、改善してきてて、いざ試合始まったらもうクレベルがいつものクレベルじゃなくて、牛久混乱、速攻決められ終了だと私は思ってます。そうね、だからまあもう問題は組んだ時だよね。結局その組まれないっていう対策までは、うん、その打撃面でそのタッチスタンディングで天心はまあ思いついたは思いついたんですけど、うん、はい、まあ、それでも組まれることは組まれるとは思うんですよね。そうです、絶対1回は、うん、少なくとも、うん、そうなった時にさあどっちが強いのかっていうところがかなり ね、 分からなくて、まあもう直近で戦ったウルカ選手の勝敗予想がやっぱりクレベル選手勝ちって言ってますんで、うん、そう、組も強いし、うん、で決め力もあるし、うん、これはもうクレベルでしょって言ってたんでね、うん、言ってます言ってます。もうウルカ選手がクレベル勝つって言ってるんだから、うん、この天水森川が何様のつもりであの牛久選手が 100% 勝つって言っているんだから。いやいや、と言うけど、そのあなたの好きな金原選手は牛久選手勝つって言いますよ、はい、これ全然あっさり牛久選手行くと思いますよみたいな。いやー、金原さんが金原さんは願望も含んでるんじゃないですか。願望というと、まあ、牛久が勝ってチャンピオンになってくれた方が、はい、金原さんとしてはもう牛久を攻略しやすいかなと。クレベルより牛久選手がチャンピオンでそこにタイトルマッチに挑んだ方が、そう怒られるよそんなこと言って。でもね、そうだから直近で戦った選手の意見っていうのはかなり、それこそグスタボ選手と戦ってた選手が、うん、グスタボが全然多分勝つと思うよみたいなので、うんうん、大原選手圧倒したりしたじゃないですか、はいはい、だからその結構直近で戦った選手の意見っていうのはめちゃめちゃでかいなと思うんで。そうですね、まあでもウルカ選手はウルカ選手で、まあクレベルとさ友達だし、ああそうね、自分が負けた相手にさらに負けてほしくないじゃん、序列的にまた下がっちゃう。そうね、そう、まあ、それもあるだろうけど、まあ、そういうのもあるんだよね。だけどウルカ選手は組力がとんでもなかったっていう本当シーンみたいなところが、牛久選手も強いから。そうだね、そうめちゃくちゃ体強いっていうからね。そう、そこのちょっと組の頂上決戦的なところもあるかもしれないです。あの青木真也選手がフィジカル化け物だって言ってますけど、青木真也選手と牛久選手もクレベル体操でずっと練習してるんだ。へえー、あ、じゃあかなりどっちの組力が強いか倒されなければ全然牛久選手も間違いないと思うんで、うんうん、でしかも倒される確率をかなりこのクレベル対策で減らせるって考えると、うんうんうん、いやちょっと面白いんじゃないですか。いやクレベルの作戦があると思うんだよな。クレベル選手、まあ、言っちゃえばあの武器は少ないですから、まあね、うん、とにかく組んで引きずり込んで三角、うんうん、まあ、またはねああいう風に選手とやった時みたいにバック取ったりとかできるけど、うん、結局まず寝なきゃっていうところはまず全体前提としてあるんで、うん、でしかも決めなきゃ勝てないじゃないですか。まあね、うん、でもこの決めて勝たなきゃいけないってなると、その判定でしっかり勝ちに行く牛久選手が勝つんじゃないかなと。そうね、まあ、3ラウンドってところ怖いよね。3ラウンドならうまいこと逃げ切れそうじゃん、牛久のスタミナなら。そう結局そう、うん、そのなんだ、何分の1かでも掴まれたらその何分の1かで必ず決まってしまうっていうのはもうあるんで、うん、その確率をかなり減らすことができれば、まあいけるんじゃないかなと。そうですね、いやーこれは興味が尽きない一戦もいくら話しても結論出ない、ね、そうですね、これは、うん、これはぜひ、ね、皆様のご意見もね参考にしたいと思いますので、はい、コメント欄の方にぜひ書き込んでいただいてお願いします。はい、というね、この注目の対戦カード、メインカードがあるライジン39、はい、我々生配信いたしますので、はい、ぜひぜひチャンネル登録して一緒に見ていきましょう。はい、実況解説していきますので、はい、その時に多分ねスタートと同時に、牛久選手の対策とかクレベル選手が、ね、すぐ分かるからね。そう、それが楽しいんだよね。そう、ああ事前に見てたこれだっていうのね、そうやってきたみたいなの多分あると思うので、そう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 、ぜひそこのね感動を一緒に共有できたらと思っておりますので、うん、はい、ぜひ、チャンネル登録してお待ちください。お待ちください、はい、というわけでまた次の動画で会いましょう。バイテン。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。